印象がらり。氷川きよし四47歳、クールビューティー、メガネ姿、めちゃ綺麗さらに美しく。歌手、氷川きよし四47が18日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを披露した。写真、雰囲気激変。色気だだ漏れのショーパン美脚。劇場コンサートツアーディナーショーのリハのお写真でございます。 説明劇場コンサートは絆、ディナーショーは愛をテーマにした二つともタイプの違うセットリスト。いらしてくださるお客様、歌の世界をたっぷり満喫してくださればき、嬉しいです。皆様とお会いできるのを指折り数えお待ちしております、とメッセージを寄せた。黒縁メガネで印象がらり。ネット上ではメガネもお似合いです。 久々のメガネ姿。クールビューティーダワー。めちゃ綺麗、綺麗の声が寄せられた。氷川は2000年に箱根八里の半次郎でデビュー。同年から23年連続で紅白歌合戦に出場し、08年には大トリを務めた。06年には一県で日本レコード大賞を受賞するなど、2000年代の演歌界をリードしてきたが、 なかなか心と体が思うようにならなくなった。と22年末の紅白をもって歌手活動を休止していた。今年4月、活動再開と所属事務所、ながらプロダクションから独立し、自身が代表取締役を務める新会社、株式会社キーズナ、キズナの設立を発表。8月17日にデビュー25周年ツアーの初日公演を行い、 一年8ヶ月ぶりにステージに復帰した。